どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーです。そしてジェンコのコイカです。さあ、ということで、今回久しぶりですね。さ、まあ、買い物どう、買い物久々じゃない。まあ、仲はいいので仲良しなんで月1以上絶対まあそう、会う、まあ、遊んだり会うんですけど、買い物動画はかなり久しぶりですね。はい、ということで、まあ、今回はジェンコさんで買い物動画、撮影させていただけるということで、よろしくお願いします。お願いします。で、動画が上がっているのはおそらく9月の頭とか半ばになるんですけど、まあ、ジェンコンのその秋はどんな感じですかね。どんな感じなんだろう、はい、でもなんか毎年あんま変わらないけど、そんなに、流行りにも乗ってないし。確かに流行りに乗ったとこ見たことないですね。乗ってないですね。なんか、まあ、俺の気分は相当反映されるんやけど、はい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 、まあでもそんな、なんかどうですかって言われると困る。まあでも、まあ、例年通りっていう感じですよね。みんなが欲しいものはありません。まあ、ニッチなものが多いかもしれないですね。ということで、まあ、今回も、早速買い物動画撮影しています。よろしくお願いします。お願いします。まずはちょっと侵入かコーナーから行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、ジェンコさんはあの真夏でも関係なくレザーとか、はいはい、ブーツとか、あのヘビーアウター系も常に店頭には並んでいるんですけど、はい、でも早速ですよ、もうこれスペシャルこれはちなみにコルビジェですね。コルビジェノーカラーの、ノーカラーのコルビジェジャケット、はい、これかっこいいっすよね。しかも黒とブラウンのこの選べるっていう、これ年代的には40、こっちは古いね、40とか。あ、そうなんですね、うん、こっちはちょっと新しいかな。へえ、うん、まあでも そんなに変わらんぐらいの、はいはい、うんうんうん、ちょっとサイズ感違うんですかこれ。両方ともちょっとデカめなんだけど、はい、L から XL で、はいはいはい、うん、で、茶色がショート丈です、ね、あ、そんなんあるんですね、うん、へえ、あ、なるほど、袖と変わらないぐらいの丈感。そう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 、うん、あー、なるほど。で、こっちはちょっと長いんですか。こっちちょっと長い、本当にちょっと袖よりちょっと出るぐらいか、うん、ちょっと、へえ、いいな。まあ、僕ブラウンのこれ持ってるんで、ちょっと黒着させてもらっていいですか。うん、あ、はいはい、お願いします。ほい、かっこいいな。いや、真夏に撮影してるとこはもう真夏なんですけど、あの、我々古着好きは季節関係なくいいものはやっぱりチェック入れておかないと。いや、かっこいいな。まあ、俺もお客さんにもう、あの、夏なんて買うもんねえやから秋冬もん買えって教育してます、ね、ちょっとでも結構有名かな。あ、でも、あ、結構有名っすね。ワンサイズぐらいいいかね、うんうんうん、まあでも全然、うん、わ、かっこいいな。ちょっと中に着込んでだったら全然あれ、はいはい、確かに確かに、うん、いや、めちゃめちゃいいっすね。まあでも今の子はこのぐらいでやっぱ着たいっすもんね、うん、ジャストよりはちょっとワンサイズアップぐらい。うわ、これかっこいいな。なんかノーカラーやからさ、はい、なんかフーディー出したりとか、はい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 、うん、なんかそういう感じもいいと思う。いや、これめっちゃいいな。しかも革質がめっちゃいいっすね。そうだね、うん、うわ、めちゃめちゃいいな。まあ、うちの方で、まあ、オイルメンテはして、はいはい、あと、まあ、ちょっとこうなんか毛羽立っとるようなとことかも、あの、寝かして接着してあるんで。なるほど。まあまあ、見た目になんかこうダメージって感じのとかないと思う、うんうん、いや、これもめちゃめちゃいいな。あとライナーの破れも直したわ。あ、なるほどなるほど。袖口とか結構破れ取ったんだけど、はい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 、うん、お店の方でリペアして、うん、しました。店頭に出してるって感じ、はい、いや、めちゃめちゃいいな。そういうのをしてくれるのが本当にありがたいというかどうしようって思いますもんね、うん、やっぱり、まあ、個人的にはボロボロでも買うけど、いや、はいはいはい、袖ぐらいだったら、はい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 、まあ、でも綺麗な方がね、まあ、確かに確かに、まあ、絶対いいし、うん、これもまさにコーナーですね。お願いします。い、いや、渋い。ありがとうございます。よろしくお願いします。いちょっとまだまだちょっと侵入からの方に気になるものがいっぱいあるんで。まとめて持っていきますか。そうっすね。うん、で、またこれが、いや、真夏撮影ですが、今気になっちゃうっすね。かっこいいよね。これ、まあ、あとでちょっとお伺いしますね。あとこれ、うん、これもいい、うん、これも持っていきます、はい、
でちょっとな、まあ、夏っぽいやつもちょっと入れますかね、うん、この辺、はい、もう一つぐらいですか。あ、それでお願いします。ちょっとね、本当に好みのやつしかなくて、うわぁこれやばい。これちょっと後でお伺いします。はい、はい、じゃあ一旦これ持ってきましょう。はい、いや極上ですよ皆さん。いや、これがいきましょう。これはこれはショットのウエスタンジャケット、はい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 、スウェードの、まあ、コートみたいな感じなんだけど、はいはい、ウエスタンジャケットでいいんですか。まあ、感じないかね。まあ、でも形的には完全ウエスタン、うん、ウエスタンだね、うん、で、黒のスウェード、黒スウェード、うん、これかっこいいな。結構ウエスタン、茶色スウェードが多いから、あ、はいはいはい、なかなかない。いや、めっちゃかっこいいなこれ。で、このサイズがサーブ6、サーブ6、うん、サーブ6来て、まあ僕が来てこんな感じですね、うん、まあ完璧なサイズ感ですね、うん、まあウエスタンはやっぱバチッと、そうだね、来た方が絶対かっこいいですよね。ちょっとタイトめぐらいの方が、はいはいはい、まあぽい雰囲気も出るし、うん、そっちの方が、うわー、これでも知ってる人すごい少ないんじゃないですか。多分誰も別に、なんていうの、気にしてないと思うから。気にしてないですね、うん、僕も初めてここで見ましたもん、うん、まあ、俺も前回入れた時に気づ、はいはい、気づいたかな。それまで全然だから、タイミング的にはまあほぼ一緒ぐらいですね。そう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 。これかっこいいねよってなったんが俺も前回、これマジやばいっすね、うん、いやー、まあ、今日517履いてるんですけど、もう相性抜群っすよね。ウエスタンブーツ、ウエスタンブーツ履きたいですけどね。ここはフォット被ったらもうバチバチですよね。バチバチっすよね。かっこいい。だからその無名だし人気もないので、まあ、お値段もかなり安いっすよね。そのショットの、うん、レザーものっていうくくりだったらめちゃめちゃ安いっすよね、これ。いや、これはこれ着てたらかっこいいっすよね。普通になんか大人っぽいし。うん。うん、いや、これマジいいんだよな。背中がかっこいい、うん、背中のシルエット最高っすよね。スウェードのコートなんてなかなかないし、いや、なかなかない。しかもマジで安い。いや、これはもうもちろんこうなって、これはかっこよすぎる。いや、これたまんないっすね。ありがとうございます。で、これはドリズラスウィング、ドリズラ、ドリズラジャケットですね、うんうん。ちなみに年代とかどんな感じなんですか。60とかぐらいじゃない。うーん、まあこういうタグで、うん、で、後ろにはプリント、プリント、うん、まあ60何年みたいなプリント、あ、なるほどなるほど、ちょうどそれぐらいだと。まあ形的には50年代からある形をそのままって感じっすよね。そんな感じ、うん、ちょっとなんか古臭いなっていう形だよね。うわめっちゃいい。サイズぴったり、サイズ完璧っすね。うわ、いいな。いや、このタンタケボックスの感じがまずたまんないっすね、うん、あと白もね、いいよね。いや、めっちゃいい、うん、白のこのスイング系ってあんまないっすよね。そうそう、うん、背中のプリントもかっこいいし、プリントもめっちゃいい、うん、うわかっこいいな。これ意外と白のものって汚れ気になるじゃないですか。うんうんうん。その汚れた時の対処法とかあるんですか。まあ白は漂白できるからね。あ、なるほど、うん、はい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 、確かに。逆に別になんていうかあんまり気にせん。あ、もう白くしちゃえばいいですもんね。一緒に漂白して、カレー飛んでも、まあ、漂白かければ。あ、なるほど、うん、あ、じゃあ意外と、まあ、汚れてもいいかぐらいで、そう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 、着ちゃって、うん、汚れたら漂白をするっていう。そう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 。ああ、それで、もう全然ありっすね。俺は割と結構そういうつもりで結構着とる。あ、白いものは、うん、へぇ、着とる時に限ってカレー食いに行く。いやいやいや、それカレーを避ければいいだけじゃないですか。あーってなるやん。あ、白やねん、今日。はい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 、まあ、でも結局気にせず。あ、はいはいはい、まあ、飛んでもまあ漂白すればいいかっていう、うん、いや、これもかっこいいな。いや、これももちろんコーナーっすね。これは我々通年使える感じですもんね。やばいわ。いいえ、これっすよ、これ。これえげつない。あります、これ。ちなみにセブンティーズの70年代なんですか。リリ、ね、
まあ定番のリーのトラッカージャケット、うん、これでも色的に70年代っぽくないですよね。そうそうそう、もっと古い年代のインディゴの色というか、もう10年古そうな60年代ぐらいにありそうな色っすよね。やばいな、すごい色落ちもめちゃくちゃいいし、はいはいはい、はい、うん、いやこれえぐいな、うん、タグね、まあ70年代タグ、うん、うん、これ渋いな。サイズが一応40ぐらいですか。40がちょっと縮んでる。40縮み、うん、ちょっと縮みぐらい、うん、うわ、もう完璧っすね、マジで。めっちゃいいわ。色がいいよ。いや、もう、あとね、袖この、ここ。これ、ね、カメラでも伝わってる、これは。これは伝わります。バキバキ？やばいっすね、これ。なかなかでも70年代でこういうのあんまなくないっすか？あんまない、うん。やっぱ60年代ぐらい遡らないと、ないような感じっすよね。いや、完璧だな、これ。これはなんか本当に、色落ち。もう最高だから最高最高、うん、でやっぱ、まあ、この D のトラッカーってやっぱり相当丈短いじゃないですか、うん、基本的には、うん、まあ、だから僕が着るのでも表記40ぐらいは、うん、まあ、あった方が着やすいかなって感じですね。いやめっちゃいいなこれ、これはめちゃいや、これめちゃめちゃいいな、うわー、いやいいな、まあ、今はちょっとデニデニですが、うん、まあ普通にミリタリーのパンツとか入れても、何でも、何入れてもいいっすね、これは、うん、いや、これはやばいな。まあ、なんか今のデニムちょっとブーム的なさ、はいはいはい、感じのところでもこれ着とったら十分かっこいい、うん、いや、だいぶかっこいいっすよね、うん、で、70年代って言ったらリーバイスで言うともうサード70505だな、70505になってますね、うんうん、ああ。いやでもこっちの方がいいんじゃねえかっていう。まあ今70505ビッグ E での値段で考えたらこれすごいお買い得や。あ、そうっすよね。年代一緒ぐらいだけど、はいはいはい、こっちの方がまあお買い得やから。確かに。うん、いやシビーな。でもあんまりね、着とる人もそんな。確かに。リバイスよりは少ない。はい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 。うん、いや確かにな。いや、もちろんこんなっすね。これはかっこよすぎる。いや渋いな。おしゃれすぎんすかこれ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいっすね。で解禁ボックスかな、うん、一番好きな透け感が、はいはいはい、あ、いやいや完璧じゃないですかこれ。スクエアスネッチ、これ年代的には80年代のアイリッシュセッター87号っすね。きれいなこれ、うまいな。このちょっと垂れてる感じもめっちゃいいっすね。ちょっと低いしね。ちょい低っすね。うん。